はいどうも、沢健と申します。よろしくお願いします。 Hey folks, how's it going? This is 沢健 for you。 はい、で今回はですね、瞬間英作文という、まあ、有名な英語学習本があるんですけれども、まあ僕にとっては英語学習本というよりは、あれはまあドリルみたいな本だと思ってるんですね。ドリルって僕すごく大事だと思っていて、要するに学んだことを今度は頭だけじゃなくて実際にやってみるっていう、ドリルって学んでドリルっていう、そのドリルの部分だと思ってるんですよ、瞬間英作文って。だから非常に僕はすごく大事だと思ってるんですね。で、それの新しい版が発売されていたので、それを皆さんと一緒に解いていきたいと思います。で、勝手に使うと怒られるんですけれども、アマゾンでサンプルとして公開されている、そこだけ一緒にやっていきたいと思います。はい、で、こちらでございます。で、まあ、まずは1からやっていきましょうね。this, that, these とか、まあ、基本的なところでございます。まずは、じゃあ、やっていきましょう。これは、私の名詞です。だから、this を使うよね、これだから。this is my ビジネスカードかな ?Business cards. This is my business card. はい、まず、これちょっと僕答えまだ知らないんですけれども、まあ、後で一緒に答え合わせしていきましょう。これは私の名刺です。This is my business card. これでいいんじゃないでしょうか。次行きましょう。あれは新しいコンピューターですか？だから、あれだからこれざっとだよね。は、だから、あ、質問文だから、B 動詞を前に持ってくるよね。Is that a new computer? で、まあ、Yes, it is はまあいいとしましょう。はい、まあ、ここの、ちょっとメインのとこだけやりますね。3番、このアプリは古いですか？アプリ。古いです。また質問系ね。このアプリ古いですか ?This だよね。これだから。Is this? アプリって、アプリケーションのショートなんですよね。だから、アプリケーション。で、英語ではよく、この3文字だけ取って、app って言われます。まあ、でも、いずれにしても、アプリケーションの略です。Is this application old? ここかな？古いですか？だから。はい。まあ、いいえ、古くありません。まあ、no, it isn't みたいな感じになると思うんですけど、まあ、そこは、パスします。あの作業はあまり楽しくありません。作業むず。わからんけど、例えば、ワークとか、タスクとか、その辺ですかね。まあ、こういう微妙なところは別にいいです。文法が合ってればいいんで、まあ、このワークとかタスクって似てるんで、要するに作業っていう言葉に使えるじゃないですか。だからどっちでもいいと思います。そこはね、なんか、ああ、作業っていう単語分かんなかったって、あんまりその落ち込まなくていいです。まあ、ワークかタスクだと思うんですよね。ここを例えば、なんだろう、ここを例えばね、全然トンチンカンな単語にしちゃダメですよ。例えば、ボックスとか言って。作業はさすがにボックスじゃないですよね。そこ間違えてはいけないんですけれど、まあ、ワークかタスク、どっちかでいいでしょう。楽しくない。だから、だから、that、まあじゃあ、ワークにしようね。that work、あんまり楽しくない。is not very fun。こんなんでいいかな。うん、多分合ってると思います。まあ、その後で答え合わせするんですけれど、その答えと、うん、全く 100% 一緒じゃなくっても同じような意味なので、まあ、大丈夫だと思います。それが大事だからね。はい、次、次何番？4番、4番、あの作業、次5番か。これは携帯電話ですか、それとも音楽プレイヤーですか。This を使うか。また質問ですね。Is this a 携帯電話？まあ、スマートフォンって書いてもいいけど、最近だったら。まあ、まだガラケーもあるから。Is this a cell phone にしましょうね。cell phone.Is this a cell phone or a music player? こんな感じでどうでしょうか。
次、ん ?7 番、7番、7番、はい、7番、この人々は私たちのお客さんで、この人々は私たちのお客さんです。この人々、 these people ってこと、 these、 この人々、この人々、まあ僕だったら these people ってしますけどね。まあいいか、 these people、 these people are、私たちのお客さんだから our guests、 customers、 まあどっちかですね。ゲスト、ゲ、グエスツ、ゲスト、え、グ、グ、ゲストってやるか、もしくは、まあ、あの、カスタマーズ。まあ、どっちかですね。はい。まあ、どっちかでいいと思います。じゃあ次行きましょう。Number 8. Come on. Number 8, 8. はいはい。これらの製品はとても高い。これらだから these ですね。these.These products, products, these products are very expensive. こんなんでどうでしょうか。次、これらはまたディーズ。腕時計ですか、それともスマホですか、間違えるかそれ。これらだからで、質問文だから are these か、 are these watches ってことかな、 are these watches or smartphones、 こんなんでどうでしょう。そして最後10番、あのインターンたちは日本人ですか、それともベトナム人ですか。まあ似てるところもありますからね、日本人とベトナム人は。ちょっと多分ベトナム人の方がもうちょっと色、あの肌の色が濃いめなのかな、わかんないけど。だからあのインターンたち、だからインターンズでしょ、インターンズだから、これ、あ、ゾーズってやりたくなりますけどね。Are those interns? Are those interns Japanese? Or, あ、Vietnamese っていうちょっとスペル忘れちゃったな。Vietnamese のスペル忘れちゃったけど、まあ、 あの文法的には合ってると思います。はい、じゃあ10個やりました。答え見ていきましょう。あ、これ僕下からか。じゃあ下から、はい、じゃあここに答えが書いてあるのかな、ここからですね。はい、This is my business card. あ、合ってますね。This is my business card. じゃあ2番。Is that a new computer? Is that a new computer? はい、合ってますね。で、Is this application old? Is this application old? はい、合ってますね。じゃあ次行きましょう。じゃあ4番から。4番。ちょっと待ってね。はい。4番は4番、That work、 あ、ワークでよかったか。 That work is not so fun。 あ、これは別に so は very でも大丈夫です。まあ、これは、so でも very でもどっちでもいいパターンですね。で、次行きましょう。5番、ここ Is this a mobile phone? まあ、これはセルフォンでいいと思います。さ、うん、セルフォンでも、あの、モバイルフォンでもどっちでもいいと思います。Or a music player、 合ってますね。はい、じゃあ次行きましょう。あれ、あれ6番抜かした、あれ6番抜かしちゃった俺。あー、すいません、6番抜かしたっぽいですね。あ、
これ抜かしてるね。ごめん。これ抜かしてごめんなさい。すいません。まあ、しょうがない。Are those English documents? OK。ごめんなさい。6番抜かしてました。すいません。7番。ここですね。These people でしょ ?These ってかね。These people are our customers か。あ、ここね。These people are our customers。なんかさっきさ、ほら、この人々って書いてあるからさ、やっぱ This って、これちょっとね、さっきもあったけど、あのとか、これってインターン立ちって書いてあるから、あれらとか、これらも、これらってなく直した方がいいんじゃないかなって思います。一応これ初級の方向けだと思うので、直した方がいいんじゃないのかなって思いましたけど、Hey, it's okay. It's okay. で、次。8番ですね。ここ。These products are very expensive. These products are very expensive. はい、合ってますね。じゃあ、9番。9番いきましょう。ここかな。Are these watches? Are these watches or smartphones? はい、これも合ってますね。よかった。で、最後、やっぱりほら、those になってるでしょう。これ答え。those ってね。だからちょっとさっきの日本語やっぱ変えた方がいいと思いますね。さあ、スペル。あ、means とこれか。間違えてましたね。ビエトナミーズってこうか。はい、スペル、今日はビエトナミーズのスペルを覚えました。 Are those interns Japanese or Vietnamese? これちょっと覚えておこう。ビエトナメッセって書くんだね。 OK、 わかりました。ありがとうございます。 I learned a new thing today。 はい、 OK です。はい、こんな感じでですね、英作文、瞬間英作文っていうのは、非常に大事な練習だと思います。文法を覚えたら、その文法をちゃんと自分が理解しているかを、ドリルで確認する作業って本当に大事だと思うので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。ではまた。